PRV エンジンは、プジョールノー・ボルボにより共同開発された、乗用車用の V 型6気筒ガソリンエンジンである。1974年から1998年にかけて生産された。PRV エンジンの歴史は、1966年に、プジョーとルノーが共通コンポーネントの生産に合意したことに始まる。最初の子会社である、 ラ・フランセーズ・デ・メカニークは1969年に設立され、工場はフランス北部のランスに近いドゥブランに建設された。そのため PRV エンジンはドゥブランエンジンとも呼ばれる。もっともこの呼び名は同時期に生産された直列4気筒エンジンの通称として用いられることが多い。1971年にはボルボがプジョーとルノーの PRV 会社の設立に参画し、3社が平等な公開有限会社として設立された。当初は V 型8気筒エンジンの製造を計画していたが、後に廃案となり、よりコンパクトで低燃費な V 型6気筒エンジンへ路線転換を図った。1973年のエネルギー機器及び 2.8L 以上の排気量のエンジンへの課税によって、 V 型8気筒エンジンのニーズが小さくなり、小型エンジンの市場拡大が予想されたからである。加えて、ルノーが新車種の30に搭載する V 型6、気筒エンジンを必要としていたという背景もあった。V 型エンジンのシリンダー数とバンク角には、相関関係があり、エンジンの振動を抑え、等間隔爆発とするために、都合の良いバンク角度は、V 型8気筒では90度、 V 型6気筒では120度となるが、いずれも幅が広くなって、空間効率が悪くなるため、向かい合う気筒のクランクピンの共用をやめて60度、ずらした位相クランクとし、60度のバンク角で等間隔爆発とすることが多い。しかし、PRV は V 型8気筒から V 型6気筒への設計変更の際、バンク角を90度のままとしたため、 不当感覚爆発となり、結果として独特のサウンドを発するエンジンとなった。1973年6月にエンジンの生産設備が完成し、1974年1月には工場が創業開始。1974年10月3日のボルボ264への搭載を皮切りに、順尻の30、プジョー604などに搭載車種を広げ、 1984年から1992年にかけてランチャーテーマ V6 にも搭載されている。この他、リアエンジンのスポーツカーである、アルピーヌ A312 も1976年から1984年にかけて搭載され、このパワートレインのチューニングとギア比を変更したものが、1981年発売のデロリアン DMC-12 にも流用された。 1984年には初のターボエンジンがルノー 25V6 ターボに搭載された。これは30度の位相クランクを用いた初の等間隔、爆発の PRV エンジンで、かつ第2世代最初のエンジンであり、後にアルピーヌ GTA V6 ターボにも搭載された。ルノーがターボ版を開発している一方で、プジョーとシトロエンは高圧縮比かつ、 等間隔爆発の 3.0LCO605 と XM に採用した。両者は後に24バルブ版をオプションとして搭載することになったが、非常に高価な上にカム摩耗の問題があった。吸気側は、それぞれのバルブがカムを有していたが、排気側は一つのカムを共有する設計であり、それが摩耗することによって排気バルブの故障を引き起こすものであった。しかし、後に、 セラミック製のフォロワーを使用することでこの問題は解決された。ボルボは1980年代末より順次搭載するエンジンを PRV から基本設計をポルシェに委託した自社製の直列エンジンへ切り替え始めたが、プジョー、ルノー、シトロエンは1997年まで採用を続けた。総数97万315機を生産し、 1998年6月15日に PRV エンジンの生産は終了した。後継は1994年に登場した PSAES エンジンである。ありがとうございます。